リク、かかったな。リク、俺の勝ちだな。リク、ダメ。消えろ偽物。やめて。リク、リク、リク、ナミネがやったのか。リクに何したんだ。要するに、そいつの心はぶっ壊されたのよ。心が壊れた。じゃあ、じゃあリクは、リクはどうなるんだよ。何慌ててんのよ。リクのことなら何にも心配いらないわ。だってこいつはリクじゃないもん。どういう意味だ。種明かししてほしい、してほしい。どうしよっかな。ふざけるな。いいわ、じゃあ種明かし。あんた、真実を知った方が苦しむから教えてあげる。そこに転がってるのは、ビクセンがこしらえたただのおもちゃ、人形なのよ。ね、笑っちゃうでしょ。あんたを偽物って呼んだそいつの方が偽物ってわけ。このリクが偽物？体も心も記憶もね、作りたての偽物だから過去なんかあるはずないでしょ。だからナミネとの思い出を心に植え付けてやったわけ。つまりそいつがムキになって守ろうとしたのは、何から何まで嘘の思い出だったのよ。これで正解でしょ、ナミネ。あんたって可愛い顔してひどいことするわよね。ナミネ、笑っちゃうわ。まだわからないの。それがナミネの能力なのよ。人の心に踏み込んで記憶をいじり、ありもしない思い出を好き勝手に描いちゃうの。あんたが守ろうとしたナミネはね、嘘の記憶という名の鎖で心を縛る魔女なのよ。なら俺の記憶も思い出も。そういうこと。全部嘘嘘。ナミネが作った幻よ。記憶の鎖であんたを縛って誘い込む罠だったのよ。あんたってスカッとするほど簡単に引っかかってくれたわ。もう少しでうまくいったのにね。キーブレードの勇者を私たちの操り人形にするチャンスだったのにさ。アクセルのやつ、ナミネの勝手を許すなんてね。こうなったらあんたを消すしかなくなっちゃったわ。こいつ。待って。はあ、何のつもり。空を守りたいってわけ。あんたおかしいわ。空の記憶をいじって追い詰めたのはあんたでしょ。でも悪いけど、私今ものすっごく機嫌が悪いのよね。あんたのせいで計画が台無しよ。ナミネ。何？心配してるわけ？あんたとナミネは赤の他人でしょ。かもな。だけど俺、約束した。はあ？そうだ、ナミネを守るって約束したんだ。嘘の思い出だったとしても、約束はまだ俺の胸にある。だから守るんだ。
ここ笑うとこ。そんな約束存在しない幻よ。全部あんたの思い込みなの。なのに一人で勇者ごっこ？まあいいわ。そこまで言うなら一人で消えちゃいな。なぜ一人だって？ドナルド、グーフィー、来てくれたのか。そりゃそうだよ、空が心配だもの。僕たちだって空を守るって決めてるからね。一人になんかさせないよ。僕たちずっと三人で旅してきたんだから。やだ、あいつもずっと一緒だ。いいわ、一人を消すより三人を消す方がずっと楽しいわ。なんで私が、あんたなんかに負けるわけ？私が、消える。そんなこと、あるはずが。認められる、わけが。君がナミネだよね？僕らは空の友達で、グーフィーさんとドナルドさん。なんや、もう知ってるじゃん。おめでとう、空。大事な友達が見つかって本当によかったね。どこから説明すれば。ナミネさん、すまないが事情を聞かせてくれないかね。話しにくいとは思うんだが。いいんです、私がやったことだから。空の心に焼き付いた大切な人との思い出を、私が作った嘘の記憶に少しずつすり替えたの。じゃあ空との約束も全部私の嘘。空は私に約束なんてしてない。私が島にいたというのも嘘。今まで会ったこともなかった。私は空の友達じゃなかったし。本当に大切な人でもない。うん、君の本当の思い出には私なんて存在しない。私たちの記憶がなくなったのもナミネさんの力というわけか。元に戻す方法はあるのかな。今すぐは無理だけど、13階に行けば直せます。でもマールーシャが、そいつに命令されて空や私たちの記憶を変えたというわけだね。言うことを聞かないといつまでも城に閉じ込めるって。私ずっと一人だったから。
寂しくて言うことを聞いちゃったんだね。ごめんなさい。やめろよ、そんな顔するなって。うん、私には泣く資格なんてなかったね。そうじゃなくて。え？そりゃあさ、俺の記憶勝手にいじってふざけるなって思うよ。でも、なんていうか、今は本気で怒る気になれないんだよな。ナミネが作った記憶、頭では嘘だって分かったけど、まだ心に焼き付いてる。あの約束のこともだ。ナミネが泣かないように守るって約束した思い出、残ってるんだ。なのにそんな顔されると、なんか俺が泣かせたみたいで困っちゃうんだよな。だから今はいい。記憶が元に戻るまでは、泣いたり謝ったりするより笑ってくれた方が嬉しいんだ。ソラ、普段より優しくない？そうかな。ソラって女の子の前だといつもこんな感じだよ。うるさいな、どうしてそういうことばっか覚えてるんだよ。ああ、だって大事な友達じゃあるわよ。たくもそう、その顔、思い出と同じなんだよな。俺、ナミネの笑顔が大好きだった。そう感じるのも幻の記憶のせいなんだろうけど、ナミネが笑って嬉しいって気持ちは本物だよ。ありがとう。じゃあ行こうか。よーし、僕たちの記憶を取り戻そう。マルシャが待ち構えているなら、ナミネはここに残った方がいいね。うん、リクの面倒を見ててくれ。終わったら呼びに来るから。わかった。気をつけてね、ソラ。大丈夫だよ。約束する。